皆さんの方から見てこっちが上になるように今回は任せてもらいました。じゃあ広島に行ってきましてね、あの被爆樹木ってご存知ご存知ご存知ですか。あの被爆したね、あの木を見てきました。でそれを見た時にあの、ま、何本か160本ぐらい市内に、ね、残っているそうなんですけど、まだ研究途中だそうで、でそれが、まあ、その研究がね、あの進んだのもあの東日本大震災の後にあの福島の被災地の状況を見て、その樹木の研究が進んだらしいんです。でそれで広島の今木も注目されてるっていうので見たんですね。7本に木と出会ってきて、でその中の1本があの、まあ爆撃だけじゃなくて、その目の前の建物の火事で木幹自体も本当に焼けてしまったんだけれども、そこからの脇芽がね、木ってすごいなと思って脇芽が出てきて、でそこからこうもう一本の木が出てきて、まさにこう、まあ、命のことをつないでいる、ちょもう その場面ですみたいな木があったんですね。なんかこう、まあ本当にね、あの木が寄り添ってる感じっていうか、まあ、包み込まれてる感じっていうのをなんかちょっと見た時に、まあ、初めての木描きたいなってね、あの思ったし、なんかその木と一緒なのにねっていう感じでね、あの本当真ん中にこうすごいものがこう通ってる感じがして、でそれをなんかちゃんと受け継いでいくっていう感じがねすごくよくって、なんかそこからしばらくちょっとあの忘れられない体験になった。